どうもこんばんは、ミッドナイトイーグル鳥の初めです。おこんばんは。今からちょっと撮影に行くんですよ。行くんですけれども、ちょっとねよくわからない話をもらって、まあわからないって言ったらいいのか、どうだろう、まあ、ありきたりな話って言っちゃうとちょっと本当失礼かもしれないですけどね、がいただいて、その場所に今から行くんですけれども、変な着物を着た女性が出るというかいた、それを何回か見たっていう場所なんですよ。まあそういうね目撃情報とかね、目撃情報というかその見た場所っていうのはね結構ねありがたいのでね、実際そういうよくわからない変なものを見た場所の検証っていうのはね一番リアルで好きなんですよ。でそれが少しね鳥んちからね遠いんで、多分ですよ、もしかしたら違う場所かもしれないです。一応ね今日行くってことで話はしといたんですけど、もしかしたらボツ動画になっちゃうのかな。場所が 100% 100% その場所とは限らないんですよ。ちょっと不安なんで一応ねオープニングで言っておきます。はい、まあね、なんかあるなんか曰くとかそこにあるのかっていうのはちょっとわかんないですけど、まあもう一回その現地で下見みたいなことしようかなと思ったんですけどできなくて、今から下見兼撮影急にやっちゃいます。よろしくお願いいたします。行くぞせんちゃん。はい、ということでね、ある場所の特定をしましたんですけど、えらく微妙な場所なんですよね、今来てるのが。多分ここで合ってるんですけど、ここの道で多分合ってるんですよね。かも、あれ違うか、ああ本当だ、使われなくなった東屋があってだ。ちょっとあまり場所を出さないようにはしますけれども、結構今乗り気じゃないんですよね。ああ本当だ、使われなくなったんだ全部。じゃあこの道っすね、この道、ここの今歩いてきたここら辺だと、この森だ。さてここをまあその定点のようなことをねしたいんですけどね、場所が結構定まんないんですよ。あーやだ、あーちょっと待って、ここにいたくないな、なんだろう、超怖え超怖え、と真っ暗すぎる、こっちに入るとやっぱカチャカチャ、ごめんなさいね。ここでいいかな、ここにとある施設があったんですよ昔ね。その施設がまあねなくなったんですよね、いつの頃からか。もう一個の懐中電灯出しますわ。そうなくなりまして、そのあたりから変な話が出始めたっていうんですよ。でつい最近、もう昔からねそういう話はあったんですけど、つい最近にそこのね人がここに犬の散歩来たと、リスナーさんちね。でその時にここで女の人見たって言うんですよ、着物姿の。まあね誰かいたんだろうなとしか思わなかったと。
で、また来る日、そこのね、お母さんかなが犬の散歩で、こっちのルートを通って、今のあの細道のところを上にこう行ったら、着物のね、来た女の人とすれ違ったって言うんですよ。で、あれ、こんばんはって言ったら、まあ無視して、まあ通り過ぎちゃって、あれっておかしいなって思って、振り向いたらもういない。なんだろうな。あれ何だったんだろう。それが多分ね、3月の頭から半ばあたりの話だと思うんですよ。で、3月の後半ですね。だから本当につい最近、また同じことが起きたっていうんですよね。それも、お母さんが、犬の散歩で、またここ通ったんですよ。俺だったら一回そんなもん見たら絶対そこ行きませんけどね。そしたら、まあ、いるんですよね、その女の人が。座ってて、どこに座ってたかわかんないです。今座るとこがちょっと見当たらなかったですけどね。上に階段がありましたけど。で、そこに座ってて、まあ、ひょいって立ち上がってこっちに来るって言うんですよ。あれ、来たな。ただただね、人が来たって思ってるんで、お母さんは。それで、こんにちはって、こんばんはか。で、挨拶したら、また無視して、後ろ行って、ね、すれ違いざまに、後ろ振り向いたらもういない。そこで変なことに気づくんですよ。足音がしなかったって。下、砂利と落ち葉なんで、あれですけど、まあ、足音は多少するじゃないですか。それで怖くなって、見てきてって言われたんですよ。見てきてって、すごいいつもみんな簡単に言うじゃんって、見てきてってって。ね。で、その、ここのね、とある施設の話もそうなんですけど、施設の話、ここはどういう施設かっていうのをちょっと伏せますね。まあ、よく、廃病院になってるような施設があったんですよね。そことその着物の人の関係性がほぼほぼ分かんなくて、ね。まあ、今に至ってきた感じです。話が全部ここに集中しているんでね、撮影しやすいなって思ってきたんですけど、撮影しやすすぎて震えてますよ、今。向こうをバックにね、ここでちょっと定点、取り入りで定点しようかな。多分あの辺なんだよね。その女の人を見たっていうのはね、ちょっとカチャカチャしちゃいます。ちょうどね、石があるんでね。髪切ったんですよ、配信中にね、自分で。そしたらね、前髪がね、なくなっちゃったんですよね。これで後ろが見えるかな。この撮り方初めてかもしれない。こんな感じのね、ところです。はい、こっちもつけておこうかな。こういう感じでいいかな。はい。お、怖そう。なんか夏の虫みたいなもんね、今鳴いてきて、桜もね、咲き始めて、あれですけど。お、やだな、なんかこれ。え、やだな。ね、なんかね、そういう夏の季節にも入りますけどね。鳥が一番撮影しやすいのは冬なんですけどね。もう暑いのが苦手でね。はあ、眩しいな。まあ、そういう着物のね、着物の人がね、現れるなんていうことは多分、まあ、ないとは思ってるんですけど、まあね、そういうのをね、検証しに来てるからね。何もなければ何もないで、何かあったらそれをね、ほとんどの現象はね、あれがつくのでね、ちょっとね、若干ビビってるわけじゃないですよ。ビビってるような感じしますけどね、大体ね、説明がつくんでね。これカメラ自体の性能とかね、そう、写真どこだってそうだよね、シャッタースピードとか。昔もね、昔本当に、今飛んで、多分虫がたまに映るかもしれないんですよね。ホコリとか、そういうの大豚と人玉だったんでね、鳥はずっと言ってたんだよね。タヌキかな、あっちでなんか目が光ってる。
ワンってなんか犬がいるんかな、ちょっとわかんないですけど。でここは一応ね、まあ、クマは多分出ないと思うんですけど、クマ注意の看板がすぐそこにあったんですけどね、まあ、そこに、なんつうんだろう、ちっちゃいコーヒー屋さんがあったのかな、もうやってませんでしたけど、まあ、そういうところですね。で、ちょっと向こう側に行くと川があるって感じです。でこの後ろにちっこいなんか人が何人かいるのかな、今あれですけど、なんかやってましたね。なんかなんつうんだろう、ふわってなんか出てきたらね面白いんですけどね、なかなかそういう現象が取れず、なんか音楽が聞こえるな。うん。まあ人がね周囲50メートルぐらい以内にいれば、鳥耳がめちゃくちゃいいんですぐ気づくんでね。あれですけど、まあ人が来るここには多分来ないと思うんで、ね、犬の散歩で来てるお母さんもいましたけどね、その話でね。夜そんな遅い時間には、今22時ぐらいなのかなと思います。すごい気になってるのが、今こっちからライトが当たってるんですけど、この向こう側って真っ暗なんですよ。で、まあ目が慣れればいいんですけど、ライト当てられてて向こう側が余計真っ暗で何も見えなくて、向こうから余計パキ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 落としてるんですよ今ね。これ多分このカメラの後ろにクマがいても分かんないです、そのぐらい向こう真っ暗です、ね、なんか取り入れて定点って結構初めてかな、何回かやったことあるけど、そんなね 2,3 分で終わらしたり、ね、逃げ帰るんだよね。後ろ見たくない。やめようぜマジで。ねえ、そんな音立てるんだったらね、出てこいよってね。まったく、いないことを証明しに来てるんだから、いるんだったら出てきてもらえればね、もうスクープ映像ですよ。そんな着物着たね、そんなもんがいるんだったら目の前にふって出てくればいいね。鳥がよ、ピッピッピじゃないよ。いつものごとく落ちとかないのでね、そんなあれなんでね、期待はしないでください。現場検証ってこういうことなんでね。
草履、草履の間に超石が入る。やばい、動けない、動けない。道に出て帰りますわ。なんだ、明るいとこに行きたい。ごめんなさい、ちょっとあの三脚状態で今このあれ手で持っちゃってるんですよ。ちょっと揺れますけど、リスナーさんが心配してなんか来てくれました。ちょっとさ、なんかいたでしょって言われたんだけれども、なんかいたでしょっていうか、よく全然わかんなかったんですけど、なんだろう、あれはあそこは。ちょっと
りあえず帰ります。なんか映像まだ見てないんで分かんないんであれね、怖っ。まあパキ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 言ってる。一旦帰ります。はい、ちょっと行ってきましたけれども、なんだろうな、何かあそこにいたのか何か定かではないですけど、目の前で変な音がして逃げ帰ってきちゃいました。でリスナーさんがねちょっと来てくれて、多分ね今日その撮影行くっていうあれを伝えてあったんで、それでなのかちょっとわからないですけど時間までね何時って言ってなかったんですけど、来てくれて大丈夫でした。大丈夫じゃないよ。でお母さん と、そのリスナーさんの2人が来てくれまして、まあね怒ったことを撮影、まあそのカメラ切った後に話してて、あそこ行かない方がいいよって、ね、行かない方がいいよって行けって言われて行ったんだけどって、あそこってなんか昔からそういう何かあるのって、あ向こうその、撮影してたところは向こうが池になってるんですけど、まあ中細い池なんですよ。そこがまあとあるね武将の、まあ言われ曰くがあるみたいな、まあ、そこで昔合戦があった場所なんですって。でそれの何かでなんか近所ではそのこの辺のそのね近所では そういうことを言われてるらしいんですよね。ネットで調べたら一応出てきたんですけど、まあそういうね何かお化けが出るっていう話は特にはなかったですね。何だったのか、まだね編集どころか今帰ってきたばっかなんでどう入ってるか分かんないですけど、筋ずれじゃないけれどもなんか引きずってるような音と、その後にそのなんだろう、ゆっくりこう何かが引きずってて、そこからタタタタタって走っていくような感じにこちら聞こえたんですよ。まあねそういうあれがあるんであればですけれども、ね、もう行きたくないかな、心臓が痛くなっちゃったよね。人って怖いとやっぱり無言になって動けなくなるんですよね。すぐに明るい方に逃げましたからね。でその出てからもうね、なんだろう、落ち着かなくて、もう多分無意識なんですよね。桜映し始めてるじゃないですか。多分パニックってるんですよね、頭の中。なんであそこで桜急に映し始めたかすら分かってないんですよ。それ嫌な場所でしたね。ああいう場所がまあ中にはあると、でもそれがね撮れないと何の意味もないのでね、まだまだちょっと頑張っていきたいと思います。本気で今回もうああいう場所に行きたくなくなっちゃったんですよね、一瞬ね。もうあの瞬間ですよね。足がもうずっと震えてるんですよ。震えてて、これ今このカメラ三脚状態にして長くしてるんですけれどもね、直すことも忘れてそのままね槍みたいに持って走っていきましたよ。またね次の場所もね頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。もうそろそろね撮影に入ると思いますのでよろしくお願いいたします。寝るぞ、せんちゃん。